ました。改めまして、和田アキ子です。日本放送、柿原忠史です。アッコのいい加減2000回、日本放送の制作でお送りしています。この時間からは新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。はい、よろしくお願いします。12時50分頃、クイズ和田オネアのコーナーですが、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たりますので、1万円差し上げますので、はい、出場ご希望の方はメールとファックスには、お名前、住所、電話番号を忘れなく、そしてラジコで聞いている方は一言、ラジコで聞いていますと書き添えておいてください。受付電話番号は東京 03-3211-3222 です。そしてファックスは 0570-021242、0570-021242。メールアドレスは小文字で AKKO、akko@1242.com、akko@1242.com で、お待ちしております。はい、続々いただいておりまして、はい、千葉県船橋市の野口さんはですね、はい、山岡久乃さんは最近の若い人はもう知らない人も多くなっているような気がするの で、はい、ですよね、ぜひアッコさんに語り継いでほしいですと。あ、うん、本当にすごい人でしたね。もう本当にこの間見て、うまーと失礼だね。だけどあれですよね、本当にアッコさんが自分の気持ちを言葉にするのは、はい、なかなかそれも本当に全て言葉にしきれないじゃないですか。そうなの。だから、うん、語ってくださいと言われることに対する、うん、なんかその戸惑いって言ったらすごく分かりますよね。なんかそれで、ね、皆さんの伺ってると、だいたいこうしなさいとかね、こういうところを教えてもらったとかあるんだけど、そういうだからお芝居で教えてもらったわけじゃないし、まあ礼儀を教えてもらったって言えばそれからですからね。私は遅刻しなくなったのは。でもだからアッコさんが何をするかっていうのにも、お母さんのように思ってるというからこ そ毎日夜内の電話してたからね。そうなんです。何してんのってさっき切ったじゃないとかって言われてそういう存在だからこそ、うん、まあ、BS11 のね、あのスターにもう一度会いたいという番組で、はい、ぜひあこさんにというオーダーだったと思いますよ。嬉しいですね。でも横浜市の楓さんはですね、はい、あこさんが山岡久乃さんに怒られて、うん、それから生活態度を改めたというお話は、はいはい、以前なんか新聞の記事で拝見した記憶がありますと、はい、大人になっても本気で怒ってくれる人がいるって、うん、いいですよね。本当よね。山岡久乃さんの演技大好きでした。ドラマを見ては何度も涙を流しました、うん、BS11 の番組必ず見ますね。ね、まだ放送決まってないから、また決まったらすぐこの番組で。いや、うまいとか下手とか、歌でもうまい下手は分かるけど、芝居は如実に分かりますね。そうなんですね。すごいですよね。で、まあ、こんな言い方、昔ってのは変ですけど、昔の人の方がうまい、ね、今の方に失礼、でも誰って言ってないから、はい、昔の方で、まあそうそうたる人が揃ってましたね。それこそ森重久彌さん、その山岡久乃さん、西田敏行さん、前田銀さんとかね、はい、すごい方とご一緒してたんだなと思って、はいはい、反対にどう思われてたんだろう。もうこんな柄の悪いのが来てと思ったんだろうね。土足で入ってきやがってみたいに、うん、でもそれでもアコさんにね、それこそアコさんがその山岡久乃さんのエピソードを紹介した記事がちょっとここにあるんですが、はい、もうさっきアコさんが話されたエピソードがもちろんこうベースなんですけど、うん、あんたはやっぱり愛情が足んないのよって言った後に、そうそう、うん、好物は何って聞かれたんですってね、はい、でアコさんは肉じゃがとナスの煮浸しです、うん、っていうふうに答えたら、毎朝作ってきてください。そう、毎朝もうね、まあまあそればっか、おかずそればっかりじゃないですよ。なんかね、山岡のおっかって言うとね、サヤインゲンの筋向いてるのはなんかドラマの中でもあったんだけど、で終わるとそれ持って帰って えおっか持って帰んだとかっつったら、あんたの明日のおかずよとか、ね、あ、なるほど、本当にお母さんですね。うん、なんか私昔思い出す、本当ドラマで食べるキエモンって言うんですよ。あのワンシーン撮ったら、もうそのシーンはいらないわけだから、夕飯のシーンとかね。そうすると大道具さんとか、あ、大道具で小道具さんとかに言って、あの好きなもんやってもらうの。夕飯は夕飯で、あの朝ごはんのシーンの時は鮭とで、あの大根の味噌汁とか油揚げと豆腐とかって言ったりで、普通そういうのスタジオってホコリだらけなんですよ、ある意味。あ、はい、セット変わったりするとトンカントンカンするし、ほんで、あの照明さんが上登って照明変えたりするから、ホコリだらけなのに好きなもんばっかり出てくるから、夕飯とかに全部食べてたね。そうですか。うん、
リストでじゃあ献立決まってたんですね。そう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 、作ってとかって言って作ってもらって。本当にホームドラマって言いながら家族みたいですね。あ、そうか、そういう意味で、いや今ホームドラマが本当に減ったじゃないですか今。あ、そうなん、見ないのよ最近テレビ。だからさっき言ったじゃん、 BS とかで、そう、うん、昔ながらのそういうお父さんがいて、うん、お母さんがいてとか、うん、大家族とかがドラマになり、そうだね、自分がちっちゃい頃はテレビ見てた時に、あ、こんな家の子に生まれたいと思ってたもんね。うちの父厳格だったから、はい、そう言われればそうだね。そうですよ、うん、いやでも本当そうだった。今考えた小道具さんとかみんなもお礼しなきゃいけない人いっぱいいるのにな、なんと思ってなかったね、うん、普通だったね。まあでも周りは理解してたでしょうね。もうだから、だって忙しい隙間を縫ってその1日だけで撮影をしに来てるっていうのは分かってるわけですから、うん、でも美術さんとか照明さんとか、あの小道具さんとはみんななんかすぐ仲良くなれた。お任せの照明さんなんてもう何代続いて私専用にライト当ててくれる人いるのよ。私の立ち位置を全部やってくれて、うん、名前言うとまたね語弊があるといけない。じゃあもうアコさんとも本当になんかこう会うのこと言うか、もう何言わなくてもだからお任せは安心。ずーっとその照明会社のずーっとも。でもご主人の浩二さんもカメラマン、カメラマンですから、はいはい、そういう意味ではこう裏方さん、そこで知り合ったの。そういうことなんですね、うん、あれひまわり戦争っていうね、はい、今はどういう言い方ですか、保育士、はい、保護さんとは言わないでしょ今。保育士さん、保育士さんの役だった、その時のキャメラマン、塩沢時さんとかみんな一緒で、東山明美さん、名前がちょっとごめんなさい。きっとだからアコさんあれですよ、んドラマ撮影中に、うん、そういうなんかスタッフさんと裏方さんと仲良くなるっていうのは、うん、割と昔からだ。昔から、そうそう、ね、よく飲んだりね、終わってから飲んだり、うん、うん、考えたらカメラマンだった浩二さんが、うん、出役のアコさんとお付き合い、喧嘩して知り合ったんだよ。最初喧嘩なんですか。うん、なんかまあ今でもそうだけど、ドラマなんてね、もういつも思うんだけど、ドラマもそうだし、あの音楽番組でも、もう照明さんとかずーっとカメラさんとかずーっと撮りっぱなしだからね、うん、まあもちろんお昼休みとか夕方休みはあるけど、その時休まれるけど、うん、私が出てないシーンでも他のシーンを撮ってらっしゃるわけだから、うん、ですよね。結構それでそのひまわり戦争ってお昼の帯やってた時は、あの上り戸の方で結構なんかこんなところにスタジオあるんだっていうぐらい、あ、周り何もない感じで言葉を選ばないと、簡素なスタジオ簡素な選んだ結果簡素いいっすね、分かりやすいですね。ほら、なんか言うとさ、そういう言い方じゃダメとかってあるからさ、シンプルなスタジオ、シンプルでもない、簡素なんですね。まあそういうとこで出会った。そうそうそう、そうですか。で、私が忙しいからっつってね、うん、そんなスケジュール通りに行かないのにとか、あ、文句言ってて、うん、でももうみんなで女ばっかり の、うん、その出演者が多かったから、校長先生がどなたの、もう忘れちゃったけど、一人ぐらい男がいるぐらいで、女ばっかりなの。その保育士さんの話だから、園内の話だ。浩二さん目立ってたんですね、キャメラマンね、うん、なんかご縁ですね。喧嘩ばっかりですけど、聞いてみたいですね。今朝も喧嘩してきました。浩二さんが分からなさってみたい。そうですか、はい、それではお電話ファックスメールお待ちしております。お待ちしております。続いてはこちらのコーナー参りましょう、はい、週刊ワラスポ国民栄誉賞。13日レスリング女子の伊調馨選手に国民栄誉賞が授与されることが分かりました。伊調選手はリオオリンピックで金メダルを獲得。女子の個人種目としては夏冬を通じて史上初のオリンピック4連覇を達成しました。国民栄誉賞の授与は2013年の長嶋茂雄さんと松井秀喜さん以来で、個人としての受賞は23人目となります。レスリング女子では2012年の吉田沙保里選手に続く受賞で、伊調選手は信じられない気持ちが大きいです、感謝の気持ちでいっぱいですと満面の笑みで喜びを語りました。なお受賞の時に贈られる記念品については、これから世界に出る機会も増えると思います、日本の女性として着物とか和装文化を伝えたいです、なのでちょっとおねだりしたいですと笑顔で答えました。本当におめでとうございます。またも不倫報道。14日歌舞伎役者中村橋之助さんの不倫が報じられました。報じたのはまたもや週刊文春で、記事によりますとお相手の女性は30代の京都の人気の芸妓さん、先月には
数回上京し、その間に3回密会していたそうです。橋之助さんは来月8代目中村芝翫を襲名する予定で、大事な時期でもあります。そのタイミングに飛び出した不倫報道に奥様の三田寛子さんは怒りをあらわにし、あなた今がどんなに大事な時期か分かりますね、うちには芸の肥やしとかありませんからと叱り飛ばしたそうです。橋之助さんは会見でおよそ20分の間に不徳の致すところを8回繰り返すなど、ひたすら謝罪の言葉を口にしながらも、奥さんからは時間を忘れるほど怒られましたとコメントしました。いつまでたっても不倫報道が絶えません。離婚と婚約、今週芸能界では離婚と婚約の報道が続きました。9日作家の乙武洋匡さんの離婚が明らかになりました。乙武さんは2001年学生時代の後輩だった奥様と結婚、3人のお子様にも恵まれました。しかし今年3月、5人の女性との不倫が報じられてからは別居生活となり、その後も関係が修復されないまま結婚生活にピリオドが打たれました。続いて11日、浜崎あゆみさんが10歳年下のアメリカ人男性と離婚したことが分かりました。浜崎さんは2013年に婚約を発表、およそ3年での離婚となりました。ちなみに浜崎さんは2012年にもオーストラリアの俳優と離婚していますが、入籍はしていなかったので離婚歴は今回が初となるそうです。最後は婚約のニュース。12日スピードの島袋寛子さんと舞台俳優の早乙女友貴さんの婚約が明らかになりました。早乙女友貴さんは俳優早乙女太一さんの弟で現在20歳、島袋さんとは12歳差の年の差婚となります。まさに人生いろいろです。71%。 10日広島カープが25年ぶり7度目のリーグ優勝を達成しましたが、この試合の視聴率が地元広島で最高 71% を記録したことが分かりました。これは緒方監督と黒田投手、新井選手の胴上げと緒方監督の優勝インタビューの場面で記録、平均でも 60.3% という高視聴率をマークしました。ちなみにこの 71% という数字ですが、広島県の人口がおよそ282万人ですので、単純計算でおよそ200万人が見たということになります。また地元広島に選手が凱旋した15日の広島駅には、平日にもかかわらず1500人ものファンが詰めかけ大フィーバーとなりました。次なる目標は32年ぶりの日本一です。なるほど。私野球のことはよく分かりませんが、まあ、周りが全部ジャイアンツファンなんで、はい、いやこのでもカープのこのユニフォームが赤ってこともあるし、はい、新聞スポーツ新聞のこう一面なんか飾った時は目立つよね。目立ちます。真っ赤ですもん。うん、それで地道な なんかこう努力をファンの方も、はい、地域の方もこれ、それとあの黒田さんってのはやっぱり黒田さん自身が、まあ素敵なすごい投手ですけれども持ってますね。まさにやっぱり失礼な言い方ですけど、帰ってこられた時に、まあ、何年投げれるか分かんないけど、私の記憶の限りね、もう違ってたら訂正してくださいね、はい、私の記憶の中では何年投げれるか分かんない時に、あと、まあ、そんな長くないとあと1年か2年でこのままメジャーで幕を閉じるか、自分のその投手人生をね、それをいや地元に帰って広島の自分のチームのために尽くしたいって言って力を発揮したいっておっしゃったよね。確かそうでしたよ、はい、その人が、まあ、成績も残されたけど入ったからではないけれども、